こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはティムナムヤイネ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくティムナムヤイネ行きました。続いて前へ行くのはバルバロッサ、さらにはケアフルナヤイネ、 G1 3勝デズデモーナ、その後ろ大方の予想通り先頭に立ったのはバルバロッサ、外にはグランデナイアイネ、カウコギャラクシー、それに続きますリンカ、すぐ後ろその後ろからはグリスハンガー、この集団にオーラスナイアイネ、その横にナイアイネアスリー、すぐ隣にリカバーリング、内からはダスファントム、隣にはゴレンハンマー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はグランデナイアイネ、バルバロッサ、ほとんど差がありません。ティムナムヤイネ3番手、バルバロッサ B 位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。グランデナイアイネこのままいけるでしょうか。バルバロッサ2番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り400、日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭を行きます。グランデナイアイネ後続との差はほとんどない。カオコギャラクシー盛り返す。バルバロッサまだ後ろ、この足色では厳しいか。残り 200m、 カオコギャラクシーここで先頭に躍り出た。後方から一気にゴレンハンマー、先頭はカオコギャラクシー、1着でゴール、2着にゴレンハンマー、カオコギャラクシー、日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。